皆さん、こんにちは。韓国で最も人気のある俳優トップ4に選ばれ、韓流新四天王の一員として知られているキムスヒョンさん。結婚したで相手の女優の正体や過去の女性遍歴に言葉を失う。今日は、キムスヒョンさんのことについて紹介します。まずは、キムスヒョンさんの経歴とプロフィールから紹介します。キムスヒョンは、韓国の男性俳優、モデル、歌手、韓国ソウル特別市出身、ゴールドメダリスト所属。キムスヒョンさんはボーリング、バドミントンなどの特技を持ち、歌やクライミングも得意なスポーツ万能な俳優です。出身地はソウル特別市で、学歴は中央大学演劇映画科出身です。家族には両親と異母兄弟のキムジナがいます。彼は2007年に MBC ドラマ、キムチチーズスマイルで水泳部員役に抜擢され、芸能界デビューを果たしました。所属事務所はゴールドメダリストです。2010年のドラマ、ジャイアントで存在感を知られ、2011年の43企画ドラマ、ドリームハイで一躍注目を浴びました。2012年にはドラマ、太陽を抱く月で主演を務め、韓国での視聴率が 40% を超えるなど、記録的な視聴率を獲得しました。その後も2012年の初出演映画、10人の泥棒たちは韓国で1300万人を超える記録的な動員数を獲得し、翌年主演を務めた映画、シークレットミッションも大ヒットするなど、演技派俳優としてトップスターの座を確立しました。2013年のドラマ、星から来たあなたは、中国を中心にアジアで大ヒットし、不動の人気を誇る名作として有名です。2020年放送のドラマ最古だけど大丈夫では主役を務めアジアをはじめ世界的にも大変評価を受けた作品となりました。2021年はイギリスのドラマクリミナルジャスティスのリメイク版あの日の夜の出演が決定しています。これからも目が離せない俳優と言われています。韓国だけでなく日本でも人気の高い。今回は話題のキムスヒョン結婚や熱愛の噂について調べました。2019年2軍での服務を終え俳優活動を再開しており、さらに活躍を見せるキムスヒョンは現在30代も半ば、そろそろ結婚も気になってくる頃でしょう。しかし、すでにキムスヒョン結婚してるという情報があるようです。一体どういうことなのでしょうか。1990年生まれのソエジは圧倒的な美。と言われるほどに女性が憧れる女性で、儚さや強さを見事に演じ分ける演技力の高さでも人気です。キムスヒョンとは、2020年1月に同じタイミングで、現在の事務所ゴールドメダリストに移籍。さらに2020年6月、8月放送のドラマ、最古だけど大丈夫で共演、息の合った演技や、ストーリーの中で恋人関係になることから、付き合ってるのかな?現実でも付き合っててほしい、と声が SNS に上がっています。2021年4月、とある YouTuber が2人の交際を暴露したことで、熱愛が報道されました。これに対し、最古だけど大丈夫の制作発表で、2人が熱愛を否定しているので、キムスヒョンの結婚相手、と噂されましたが、俳優、女優仲間の一人のようです。キムスヒョンには、キムスヒョン結婚、いや、赤ん坊という検索ワードがあり、すでに結婚していて赤ん坊がいるという噂も。しかし調べてみると、結婚式に参加し、誰かの赤ん坊を抱いていたという情報で、キムスヒョン結婚情報ではないとのことでした。イベントに参加した際の赤ん坊を抱っこしている写真は出てきていますが、こちらもキムスヒョンの赤ん坊であるという情報は見当たりませんでした。ここまででキムスヒョンは、まだ結婚しておらず、子供もいない、と分かりましたが、熱愛している彼女はいるのでしょうか。熱愛を噂されたキムスヒョンの歴代彼女についてご紹介します。国民の妹、と言われ、歌手活動を中心としながら、女優としても活躍している IU。IU 発表した曲が売れなかったことがないとも言われてるよね。そんな IU とキムスヒョンが熱愛していたという噂があるようです。二人は2011年放送の K-POP を目指す若者たちを描いた学園青春ドラマ、ドリームハイ。
2015年にはテレビ局を舞台にしたラブストーリーであるプロデューサーで共演しています。共演をきっかけにプライベートでも仲がいいようで、キムスヒョンが IU の撮影現場やライブへ応援に駆けつけたりしているようで、双方の SNS には写真もアップされています。特に熱愛報道が出たわけではなく、あくまで俳優女優仲間でいい友達のようです。2人目は少女時代のユナです。1990年生まれのユナは2007年にアイドルデビューとともに女優としての活動もスタート。デビュー当初から現在に至るまで可愛らしさと美しさは変わらず、広告モデルも務めています。キムスヒョンとユナの熱愛説が出たのは2012年頃のようです。二人はキリスト教の信者で同じ教会に通っており、二人で歩いているところが目撃されていますが、写真などは撮られていないようです。これに対しネット上では驚きの声が上がりました。ちなみにユナは2014年に俳優のイスンギとの交際を認めているので、それまでの間交際していた可能性はありますが、真偽は不明です。1994年生まれの女優、歌手モデルとして活躍するペス時、アイドルグループミス A に所属してたよ。 IU は国民の妹でしたが、ペス時は国民の初恋という異名を持ち、透明感があるとして人気が高いです。ペス時とキムスヒョンの熱愛は2011年に共演したドリームハイがきっかけとなり、キムスヒョンの彼女ではと噂されるようになったようです。しかし2013年、ペス時が取材でなぜ熱愛説が出るのだろうとやんわり否定していたので、実際に交際していたということはなさそうです。アフタースクールのメンバーで歌手だけでなく女優としても活躍している1991年生まれのナナ、共演経験がないのにナナはキムスヒョンの彼女と噂されたことがあります。特に目撃情報があったわけではないのになぜでしょうか。実はナナが以前、キムスヒョンは理想のタイプであると話したことがあるそうで、それが熱愛説につながったようだと2014年に出演した番組でナナ本人が推測していました。ナナとキムスヒョンの熱愛はただの噂に過ぎないようです。冒頭でもご紹介した女優ソエジ、ドラマ「最高だけど大丈夫」での2人の熱演により、交際しているのではと SNS 上で多数コメントされました。ストーリー上のカップルとして好きなファンも多く、一緒にインタビューを受けている時も二人の掛け合いや雰囲気が面白いと、演技だけでなく人気を収めているようです。 JYP エンターテインメントに所属し、アイドルグループワンダーガールズのメンバーとして活動していた1992年生まれのアンソヒ、ワンダーガールズ脱退後は女優に転換、精力的にドラマや映画に出演しています。現在所属している芸能事務所 BH エンターテインメントはキーイーストを挟んで2度目の所属、キムスヒョンは2010から2020年の間キーイーストに所属しており、アンソヒとは所属期間が被っています。その間に熱愛説が何度か浮上、さらにアンソヒの自宅マンションで2人の目撃情報があったことから、キムスヒョン結婚するのと騒がれるように。これに対して事実無根とコメントがあり、さらに事務所が法的に対応すると表明したので、熱愛はただの噂だったようです。俳優キムスヒョンとアンソヒが中国メディアにて結婚説に包まれた7日午後、キムスヒョンとアンソヒの所属事務所キーイーストは MBN スターにキムスヒョンとアンソヒが4月末に結婚式を挙げるという中国報道は事実ではない、二人は熱愛中でもなく同じ所属事務所の仲間として親交がある仲であるだけだと明かした。続けて中国メディアから初めて記事が出た際に事実ではないと明かしたが、悪意的に虚偽事実を流布したとし、この部分について証拠資料を収集中だ、法的対応を含んだ強行手続きを取る予定だと伝えた。先立って6日、中国ポータルサイトのシナ.comはキムスヒョンが4月末にワンダーガールズ出身のアンソヒと結婚式を挙げると報道した。また、二人は1年間秘密裏に交際をし、
去る2015年9月にキーイーストと専属契約を締結したアンソヒを所属事務所に紹介した人物もキムスヒョンだと伝えた。キムスヒョンは熱愛の噂が絶えない俳優ですが、実際に調べてみるとあることないこと前提報道されているため、人気者の宿命でもある噂程度の話がほとんどでした。真面目で遊び心を持つお茶目な男性で、業界の人たちから愛される存在。これを聞くと、当然モテないわけないよねというのが本音ですが、この先も数多くの人気作品に出演することがあると思いますので、報道もいろいろと注意していただきたいものです。今後のキムスヒョンの活躍を見守りつつ、どんな人と結ばれるのか注目しておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。